金平梅。フレイジさんが出家？あの方はこの世を捨てて仏の道に帰依しました。私たちとは本当に縁が切れたことになります。それは本当なのでしょうか？平次さんには何度も騙されてきましたわ。到底信じることはできません。今度ばかりは本当です。あの方はご自分で旦那様に別れを告げましたし、行き先は厳しい寺で、私たちとは二度と会うことはできないと。それは旦那様もご了承なさっていますわ。旦那様も？わかりました。旦那様は平次さんの出家で心中穏やかではないご様子なので、あまり追求せずに慰めて差し上げて。それから今後はあの方のことを一切口にしないように、旦那様には一日も早く忘れていただかねばなりませんからね。はい、大奥様。どうやら今回は本当のようね。平次様が出家？声が大きいわよ、春梅。出家だなんて、まんまと逃げられたわ。この手でとどめを刺したかったのに。そんな物騒なことを。私は一番良い方法だったと思います。いつもあの方のことがバレたらとヒヤヒヤしてましたから。それに私も早く旦那様に忘れていただきたいです。そうね。今夜の旦那様のためにジャスミン油でも浴びようかしら。はい、すぐにご用意を。その夜、旦那様が平次のことを何も言わなかったので、私も何も聞かなかった。大奥様に言われた通り、誰も平次の名を口に出さず、まるで最初からいなかったかのように、穏やかな日々が戻ってきたはずだったのですが。はあ、退屈。誰か何か面白いことしてよ。退屈で死にそう。退屈で死んだ人の話なんか聞いたことないわ。ものの例えよ。頭の固い人はこれだから困るわ。頭が空だと暇つぶししかすることないもんね。なんですって？よしなさいよ、退屈しなぎの喧嘩は。皆さんお揃いですのね。ちょうどよかった。白菜を見に行きませんか？白菜？私の畑に白菜はないわよ。いえ、食べる方ではありません。永福寺で白菜を掲げた布袋尊がご開帳されているんです。翡翠でできていてとても霊験新たかだとか。白菜は百財に通じるし、それを財運の神布袋尊がさらに押し上げる。これは金運上昇間違いなし。私行くわ。教授姉さんはいいかもしれないけど、私は別に。金運だけではありません。家運流星、福徳、商売繁盛、それに子宝も。ずいぶん詰まってるのね。うちのためにもなりますでしょう。あなたたち行かなくていいわよ。私だけご利益をいただいてくるから。自分だけいい目を見るつもり？抜け駆けは許さないわよ。では皆さんで参りましょう。そしてこの話を大奥様に持っていくと。それはいい気分転換になるわ。みんなで出かけましょう。こうして永福寺に
奥方たちが召使いと共に集うことになったのでした。皆様が拝観なさっている間、私どもはこちらの東屋でお待ちしております。私は本殿までお送りして戻ってきますから、皆さん楽にしていいわよ。こちらのお寺はお庭も綺麗だそうだから、くつろいでいてね。ありがとうございます金蓮奥様お綺麗ね、春梅さん。凛花さん、秀菊は賑やかなところが苦手なのだと思った。一緒にお庭を見ましょうあれは他のご一行もいらしているようね。あちらにも。まさかみんな白菜を見に。まさか。たかが白菜なのに、ずいぶん待たされるわよね。図星だったようよ。何よこの階段、上まで腰で登れないの？無茶言わないの。せっかくの化粧が汗で落ちるわ。坊主に色目使わないの。正門家の皆様がいらっしゃいました。宗主の金塊でございます。いい名前。例の百歳天像ですが、ただいま配管が混み合っておりまして、順番にご案内を。どういうこと？みんな考えることは同じなのよ。では、待たせていただきますわ。どうぞこちらに。それからこちらが錠剤箱となっております。玉将さん、正門家からの錠剤です。お受け取りを。すぐにお通しします。どうぞ。私はこれで。ありがとう。さあ行きましょう。はい。世の中には帰る時間もあるのね。そういうこと。さあどうぞ。こちらが百歳天でございます。この顔。えへえへ。そっくり。本当に霊言あらたか。どうぞ撫でてください。ご利益がありますよ。与一の縁起物だと思って。こうして奥方たちが白い指で白菜を撫でている頃。綺麗なお庭ね。金蓮奥様のお庭には王土一のボタンがあるって本当？ええ、百王というの。さぞ見事でしょうね。見たいわ。来れば？いいの？奥様に伺ってみるわ。きっと大丈夫よ。百王を褒められると喜びになるから。そんな、百王と金蓮奥様、そんな。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様どうぞよろしくお願いします。